はいどうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回はアディダスの最新サッカースパイク X ゴーストのトップモデルレビューしていきたいと思います。はい、でこちらが X ゴースト 101FG ですね。アディダスの X シリーズは2015年にリリースしまして、そこから X16、X17、X18、X19 ときて、で今回 X20 ではなくて X ゴーストという名称になりました。スピードをコンセプトにした X シリーズ、今回はアッパーもソールもフルモデルチェンジして、プレイヤーのスピードを最大限サポートしてくれるスパイクに進化しているのがポイントになっています。 X ゴーストの主な着用選手はサラー、ジェズス、久保建英選手です。で今回はトップモデルにはこのシューズキーパーついておりまして、でこれちょっとガチガチにシューズキーパー入ってるんで、このシューズキーパーを取り外す時のポイントとしては、まずこのシューレースを緩めてあげましょう。まずシューレースを緩めることによって、ここの後部分のメッシュの伸縮性が発揮されるようになるので、ここからこのシューキーパーのここら辺に指を引っ掛けて、であとグイッと持ち上げればこういう感じで取れます。こちらが買った時に付いてる、これで型崩れが防止したりとかっていうところなので、でおお、なかなか軽い、うわめちゃくちゃ薄いっすね。アッパーはもう前作の X19.1 のアッパーと比べても全然薄さは際立ってます。かなり薄いな。はい、じゃあそれでは足入れしていきます。今回履き口がローカットになってるんで、多分足入れもしやすいんじゃないかなってところで、グッと入れて、ああ全然スムーズですね。ああで結構ホールド感あるわ。ここね、足首の前側のここフィルムがあるんですけど、ここをグーッと押さえつける締め付け感があって、でここのメッシュのむき出し部分はソフトに足の甲にフィットしてるって感じですね。まあ X18 とか X19 の時は鷹の爪の形状でしたけど、履き口は今回ローカットなので、結構足首周りがすっきりしてる印象です、今のところ。うわアッパー薄い、薄さ感が半端じゃないですね。めっちゃ薄です。で幅も前作の X19.1 とかね、結構標準幅ぐらいだったんですけど、 FG モデルでも今回はこうタイトな感じに細めに作られてます。なのでこの薄いアッパーが足にピタッと密着する感触っていうのがかなり今際立ってますね。だから X19.1 とかと比べると、履き心地というかフィット感は結構ガラッと変わってる印象です、今のところ。シルエットとしてはかなりシュッとしてるというか、スマートになった感じですかね。いい感じに軽いし、でこの足首のこの可動域も全然邪魔になってないですね。かなりスムーズだ。軽いんで足さばきがかなりキュンキュンやれます。すげえよ。X ゴースト 101FG、 軽さ、薄さ、タイドフィット、カーボンプレートの反発性などしっかりと特徴が出ていました。アッパーはとにかく薄い、今回のこのねフルロス筋アッパーは薄さがポイントですね。履いた時の軽量感とか軽快さっていうの、あとやっぱ薄いからやっぱその素足感みたいな感覚もあって、フルロスキンアッパーが足全体にタイトフィットしながらも、それがね足全体にこうピターッと吸い付くようにフィットしてくれる、いわゆるバキュームフィットって言われるね、履き心地フィッティングっていうのはしっかりと体感することができました。そこはねやっぱり前作の X19.1 と比べてみても、アッパーがより足にピタッと沿ってくる感触っていうのは本当に前作よりもねさらに際立ってる感触になってます。重量に関して言うと X19.1 の FG と今回の X ゴーストの 101 の FG はほぼほぼ同じ重量の数値なんですけども、履いた時の感覚としては
なんかこっちの方がこう、あ、なんか軽いみたいな感覚はありましたね、うん、はい、でそしてボールタッチ感についてもアッパーの薄さが効いてます。もうアッパーがめちゃくちゃ薄いので、こうボールタッチした瞬間の感触っていうのが如実に感じやすくて、あとは足先でシャープにボールを捉えることができるタッチ感、軽快にボールを弾きながら加速していけるドリブルっていうのをしっかりとできていました。そして蹴り心地については、もう蹴り心地はね、本当に快適って感じでしたね。甲部分の一体化のメッシュがしっかりと足の甲を包み込んでくれるフィット感がある状態で、インステップでしっかりとボールインパクトできる感覚、まあ、履き口は今回ローカット形状になったことによって足入れもしやすくなっていましたし、まあ、足入れした後の足首の可動域のストレスのなさっていうのもね、発揮されてたんで、ただこう履き口周りとかかかとのホールド感を重視するプレイヤーの人は X18 とか X19 のあの鷹の爪の形状の履き口の方がよりしっくりくる場合もあるかもしれないので、そこはまあ人それぞれの好みでちょっと評価が変わってくるかなと思います、まあ、僕的にはね、あの X19 とかの履き口もあれはあれで結構好きだったんですけど、まあ、今回はローカットの設計にしてきてるんで、ローカットの良さが味わえるというか、前作とまた違った良さが味わえる作りになったかなっていう印象ですね。で、まあ、ローカットになりながらもこの履き口のね、前側のところにはフィルムの補強を採用して、足首の前側の部分ですね、そこをこうグッと押さえつけてくれる締め付け感が生まれる設計になってるんで、まあ、履き口周りがゆるゆるになったかって言われると全然そんなことはなくて、適度にこう締め付ける感覚もありながらも足首の前側で、この横ら辺はフリーな感覚、もう足首の可動域がすごい自由になった感覚っていうのはね、前作と比べたらあったんで、そこは一つ X ゴーストのポイントになってると思います。あとは FG ソールカーボンファイバー搭載されたことによってソールの反発性めちゃくちゃいいです。マジでやっぱカーボンってすげえんだなって改めて思いました。このね、反発、これですよ。こんだけ反発があるんで、この反発力、まあこの反発力があることによって何がいいかっていうと、人が走るときにはこう足をね、着地して、そこからこう地面を蹴り出すことによって加速していくわけなんですよ。その時にこの前足部のソールが曲がった状態からまっすぐに戻る時に、このソールの前足部エリアにカーボンのプレートが内蔵されていることによって、曲がった状態からまっすぐに戻る時に反発力が発揮されるので、ダッシュの一歩一歩の蹴り出しをサポートしてくれる作りなんですね。カーボンファイバーがここに内蔵されていることによって、まあ、僕はフォワードなので、今回あの裏へ抜ける動きとか、速いクロスに対して中に飛び込んでいってボールに合わせるっていうプレーとかもね、やってみましたけども、そういった中でもカーボンの反発力発揮されてたんで、いやー、ほんと走っててなんか楽しくなりましたね。ぐんぐん反発してくれたんで、いやー、ほんとそこはあの今回の X ゴーストの10-1の FG のいいところだと思います。まあ、残念ながらあの HG ソールにはカーボンのプレートを搭載されてないんですけども、まあ FG ソールを履く機会があるプレイヤーの人はぜひ天然芝でこの FG ソールを履いて、カーボンプレートの反発力を体感してほしいなって思いました。そしてグリップ力も今回めちゃくちゃいいです。鋭い形状のブレードスタッド搭載されてますし、単純にブレードだけじゃなくて根元に段差を設けたりとか、 L 字型のねエッジも設けてて、このコンビネーションスタッドがね、鋭いグリップ力発揮してくれて、カーボンの反発力とこの鋭いスタッドのグリップ力が組み合わさることで、非常に強い蹴り出しっていうのがね、実現されてましたし、しっかりと体感することができました。あの前作の X19.1 の FG ソールと比べても、グリップ力は間違いなくこっちの方がいいですし、あとはそれプラスカーボンの反発力も今回は追加されてるんで、でね、今回まあ検証という意味を込めて人工芝でも、このね FG ソールを使ってみましたけども、この FG ソールはグリップ力がかなり鋭いん でなおかつ細い形状のブレードスタッドも搭載されてますんで、この FG ソールを人工芝で使うのは、マジでやめておいた方がいいと思います。あの足への負担もね、強くなりましたし、実際履いててもあのグッと踏ん張った時に足首の負担とか、あとは最悪の場合ね、スタッドが折れてしまう可能性もあるので、 FG ソールを人工芝で使うのはやめておきましょう、はい、X ゴーストを人工芝で履きたいっていう場合は HG-AG ソールのトップモデルも今回発売されてますし、あとは X ゴーストの10-2とか10-3とかっていうね、テイクダウンモデルの HG-AG モデルとかもラインナップされてるんで、そちらの HG-AG ソールを人工芝では選ぶ方がいいと思います。なのでまあ軽くて、アッパーはめちゃくちゃ薄くて、足に密着するようにフィットするバキュームフィット、
あとはタイトな足入れ感、履き口はローカットで以前よりも足入れ着脱はスムーズになって足首動かしやすい。あとは新型の FG ソールでカーボンファイバープレートの反発力、そして新しいブレードスタッドのグリップ力の強さ、それによって蹴り出しの強さが発揮されてどんどん加速していけるっていうスパイクなので、まあ X19.1 と比べたらもう機能性はこちらの方が優れてますし、まあ、やっぱカーボンプレートが搭載されたっていうのがね非常に大きなポイントになってるんで、まあ、最近やっぱランニングシューズの方でカーボンプレート搭載のランシューがね非常に話題になってますけども、今回やっぱサッカースパイク、それも X にカーボンプレートを搭載されたっていうのは非常に大きなポイントなんで、ここはぜひX が好きなプレイヤーはもちろん体験してみてほしいと思いますし、まあ、スピード重視するプレイヤーにもおすすめできるスパイクになっていると思います。はい、最後に一つポイントとしては X ゴーストのトップモデルを購入するとシューズキーパーがついてます。でこのシューズキーパーは肩崩れを防止するためのものになってまして、 X ゴーストを履いてそこから家に持って帰るときとか、あとはまあ部室に置いとくときとかはぜひねこのシューズキーパーを入れたまま保管しておくのがおすすめです。で入れ方のコツとしても、ここの蛇腹部分はこういう風にフレキシブルに動いてくれるんで、なんでまずこう持ってこういう感じでね、でこの状態にしてからこうやって入れていって、こういう風にね、はい、でそしたらこのシューズキーパーのここの部分がまず中に入ってくれるんで、そこから履き口の形を整えながらここをこう押さえていく、こういう感じでこれで入ります。こうやって入れることによってつま先の歩型っていうのがしっかりと維持されますし、ここね、あと横幅とかもシューズキーパーがねバチバチに入ってくれるんで、シューズ袋に入れて持って帰ったりするときにもシューズキーパーさえ入れておけばアッパーの肩崩れっていうのは起きないので、肩崩れなるべく起こしたくないっていう人はこのシューズキーパー入れて保管しておくっていうのがいいと思います。というわけで激坂チャンネルではスパイクマイスター浩平がスパイクのレビュー紹介これからもどんどんやっていきますんで、チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター浩平でした。